挿入中、撮影を遅らせることはどれくらい困難ですか？皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永喜代です。今日は、早漏克服法、セルフチェックについてお話しします。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。今回はですね、早漏に対するアプローチについてお話していきます。主にセルフチェックについてお話をします。セルフチェックをしていくことによって何がわかるか。そう、自分の重症度、ね、自分がどの立ち位置、早漏の中でどこにいるかがわかると、どの治療方法の組み合わせがいいかとかね、そういうのにもつながっていきます。ですから、まずは平均を知り、自分の重症度、それを把握していく。このまずは一番最初のステップになります。ではですね、一番最初に早漏の定義からいきません？皆さん、早漏ってよく聞くけど、何をもって早漏にするか、じゃあ定義からいきましょう。今日はですね、早漏の定義、こちらを持ってきました。第103回米国泌尿器科学会年次総会で決まりました。2008年の5月です。早漏とは、男性の性機能障害である。性行為、毎回、もしくはほぼ毎回、挿入の後、1分以内に射精してしまう。もしくは、射精前、自分の意図せず射精前に射精をしてしまうこと。これを早漏。そして、射精をコントロールできないストレス、悩み、イライラなど、精神的負担を感じていること。もしくは性行為自体を避けるようになっている。これを早漏と定義されています。1分以内であるとかね、一応時間的な定義もあるんですけれども、じゃあ男性の皆様の立場とはまた別に、女の人がどのくらいの挿入自身を希望しているか、平均を、これもまた知っておきましょう。女性のパートナーが希望している膣内射精洗浄、女の人にとってどのくらいが好ましいですかっていう調査です。で、小学館のですね、サブラさんのアンケート、日本人女性1000名を対象として平均年齢が 24.7 歳、比較的お若い女性を対象にしています。するとですね、挿入していてほしいなって思う希望時間の平均っていうのは、女性側からしたら 15.7 分、短いですか長いですか、 15.7 分。そしてですね、3分以内を希望するとお答えになられた方は 3%、 30分以上挿入し続けていてほしいわとお答えになった方が 14% でした。で、また他の、ね、研究でもいろいろありました。テンガヘルスケアさん2017年、こちらはですね、女性を449名対象としています。理想の挿入時間はあなたにとって何分ですかっていう質問に対して 9.7 分、10分、これってこちらの方が 9.7 分10分ぐらいで、こちらの小学館さんの方が15分、 25.7 だから、女の人が希望している挿入そのものの時間はこのくらいを希望している人が多かったかな、平均だっていうことなんですね。でもね、ここでポイントなのは、その時間だけにとらわれてるんじゃない、満足感はそこじゃないっていう研究報告もたくさんあります。すなわち、何分以上なら早漏ではないっていうのは、それはもはや定義じゃないんじゃないかっていう考え方もあるのね。なんでかっていうと、たとえ10秒の挿入だとしても、10秒でもですよ、男性に不満がなければ治療を要する必要はない、すなわち早漏ではない。10秒でも俺は満足しててこれでいいと思ったら、それは早漏の定義じゃないのね。その人にとってもね、定義は1分っていう風になってるけれども、その人にとっての心の満足度、パートナーの満足度、相対的ではなく、もう絶対じゃなく相対的な要因もあるっていうことなのね。一方で20分以上たとえ挿入し続けても、それが短いんだとストレスに感じるようなら、それは早漏ではないかと。ですから定義としては1分っていうのもあるんだけれども、実際その人の心の俺はできてるっていう風なね、自己満足感、自己肯定感とはまた別のものであるっていうこともちょっと押さえてくださいね。
さあ、いよいよ早漏のセルフチェックをしていきたいと思います。皆様ですね、紙と鉛筆どっかでちょっと今準備していただけますか。簡単な質問を5つ行っていきます。この評価に対して質問に対して5段階でお答えいただきます。そしてその5つの質問に対するお答えを全部最後に集計していただきますよ。いいですか。この5つの質問なんですけれども、すべて評価は全く心当たりがないなと思ったら0点、1点じゃなく0点ね。そして1点、2点、3点、4点。ですから、うわ、そうだよ、まさにその通り、極めてと思ったら4、いい？全くないなと思ったら0。この5段階評価で全てお答えください。では、質問を行っていきます。はい、チェックしていってくださいね。1、早漏のセルフチェック5段階で評価してくださいね。0から4点ですよ。クエスチョン1、挿入中、撮影を遅らせることはどれくらい困難ですか？全く困難ではない方は0。多少難しいなと思われる方は1。難しいと思われる方は2。非常に難しい。3。ほぼ困難。4。よろしいですか？クエスチョン2。挿入中、あなたが望む前に射精してしまう割合はどのくらいですか？全くない。そんなことは全くないとお答えになる方は0点。4回に1回はあるなと思う方は1点。半分くらいかなと思う方は2点。4回のうち3回は射精してしまうなというのが3点。ほぼ毎回自分の希望より前に射精してしまうなという方は4点です。クエスチョン3。挿入中に弱い刺激で射精してしまう割合はどのくらいですか？そんな弱い刺激で射精することは全くないという人は0点。4回に1回ぐらいするなっていう人は1点。2回に1回、半分ぐらいは弱い刺激でも射精するなという人は2点。4回のうち3回は射精するという方は3点。ほぼ毎回射精してしまうという人は4点です。クエスチョン4。望んでいるタイミングの前に射精してしまうことに対して、あなたはストレスを感じていますか？全くストレスを感じないという人は0点。多少は感じるなという人は1点。感じてますという人は2点。非常に感じてるんですっていう人は3点。極めて強くストレスを感じてしまうという人は4点。そして最後の質問になります。クエスチョン5。あなたが早漏であることで、パートナーが性的満足を得ていない可能性についてはどの程度心配していますか？全く気にしていないという人は0点。多少は気にする1点。心配しているという方は2点。非常に心配だと思われる方は3点。極めて強く心配しているという方は4点。この1から5番までの質問に対して5段階評価をしていただいて、その合計ポイントを今計算してみてください。いかがでしょうか。0から20点になるはずなんですけれども、皆さんいかがでしたか。大丈夫？計算できました、ね、では結果発表いきますよ。いいですか。はい、結果発表、0から8点までの方、正常です。早漏ではありません。そして9点もしくは合計点が10点の方、軽度の早漏です。11点から15点の方、
いわゆる一般的な早漏です。そして16点以上の方は重度の早漏です。まあこのように分類して分かります。皆様の重症度いかがだったでしょうか。まあ基本的にですね、やはりポイントが上がるほど重症になっていくので、一つの方法のアプローチ方法よりも二つを組み合わせたり、いろいろなトレーニングだったりパートナーとの工夫、そしてですね、場合によったら医療のケアも必要になってまいります。ですが、重症度判別できました。でね、ここで日本人の男の人たちがどのくらいの頻度で、まあ、早漏に悩まれているかということについて調べた調査があります。これはですね、ジェクスさんの性の大規模調査、ジャパンセックスサーベイの調査、2020からです。20代から69歳までの5029名の方を対象に調査をしています。インターネット調査となります。これによると、男性と女性に分かれたんですけれども、男性の場合、20から69歳までの間、平均すると最も深くセックスの悩みとして一番に挙げた要因は、挿入時間が短い、射精までの時間が短い、要するに早漏の悩みが一番たくさん多かったんですね。 35.8%、 3人に1人の方が早漏に、まあどの世代もなんですけれどもね、一番悩んでいたということになります。ところがここがポイントです。女の人が、あなたのセックスに関する悩みは何ですかって聞かれた時に、女の人の悩みっていうのは、快感や満足感が得られないということが一番の問題だと答えてるんですね。オルガズムに達しないと答えた女の人が 21.5%、 快感が得られないと答えたのが 15% なので、もう2人に1人ぐらいのセックスの悩みは何ですかって聞かれたら、まあオルガズムに達せず気持ちよくないっていうのが一番の悩みだ。で、実際このパートナーのね、挿入や射精までの時間が短いっていうことが悩みであるって答えた女の人っていうのは、たった 6.3% しかいない。男の人は非常に時間に対して悩んでいらっしゃるのだけれども、女の人はその挿入、その射精までのその時間が問題なのではなく、自分自身が快感を得られていない。気持ちよくない。こちらの方が深刻だと答えている。結構ね、男女差があるんですね。なので、性の悩みっていうのは全く男女と異なってるっていうこと。男の人は挿入時間の短さに悩み、女の人は時間より快感がないことに悩む。でね、オルガズムがない、快感が得られないって言ったのは、実は若い世代に多くって、女の人のね。で、女の人の20代は 52.4%、 そして30代でも 54.3% の人、2人に1人の人が気持ちが良くない、快感が得られてないって答えてるのね。これ深刻じゃない？せっかく一生懸命ね、男の人がね、セックスされて女の人と一緒にコミュニケーションしようとかって思ってるんだけれども、女の人としてはなかなか満足していない。でもね、これを早漏だけ、時間だけの話じゃないっていうふうに、ここね、6.3% の人しかそれが悩みだって答えてないってことは、そこに女の人としての解決の本質があるわけではないというところが、このポイントなのね。大切なのは、一方だけが行って、一方だけは行かなくていいって、そんなことじゃないからね。お互いの大切なことは、お互いの心と体を満たす早漏克服法っていうのが必要なわけよ。いい？だから男の人だけが行けばいいってもんでもないし、女の人だけが気持ちよかったらいいってもんでもない。で、今の現状だと男の人はその早漏に悩まれていらっしゃるっていうんだけども、女の人は気持ちが良くないっていうことになってる。で、早漏っていうものは、じゃあ定義は分かったんだけど、具体的な症状としてはどういうものを指すのっていうと、オルガズムというものが反射的に起こってしまうことない？いい？反射的に起こっちゃうことね。自分が、そう、ひとたび性的興奮が極度に高まってしまうと、それを自分の意思として随意にコントロールできない状態、これを早漏と言います。で、解決方法の真髄っていうのは、時間にとらわれるだけじゃなくって、
興奮しても大切なことは自分自身の意思で随意的に射精がコントロールできる状態を確立すること。そう、これこそが解決方法になっていくわけね、うん、で、なぜかっていうと、自分の意図した自分のタイミングでコントロールして射精ができる、性的に快楽を十分得て満足してパートナーにも喜んでもらって幸せを感じてもらって、そしてお互いが同時にフィニッシュできるような、こういうものを目指しているから、相手がまだ満足してないなっていうところで自分だけが早漏になってしまうと、非常に自己効力感、俺はできている、やれているっていう自己肯定感であったり、自己効力感、自分はしっかりできているっていう、その心の強さというものが非常に傷ついてしまうから、だから早漏っていうのが非常に問題になってくるっていうことなのね。ではこのね、早漏によって何が問題なのかっていうと、射精反射を自分でコントロールできない、まあここが問題なんだと。自分のタイミングで自分が思わぬところで早く出てしまう、射精が自分の意思より先に出てしまうというところはコントロールできないっていうのが問題なんだ。だからポイントは時間じゃない、時間じゃない、そうじゃなくて自分自身がしっかり射精までできている、できているぜっていう、俺はいけるっていう自己効力感の問題なんだと。だからこれらをどのようにアプローチして改善していくかっていうのは、主に3つの方法があります。1つはですね、もう自分の自己効力感の前に自己肯定ができないのね、反射だから、反射的にしてしまうから、自分の意識でどうしようもないじゃないかっていうことで自分の肯定感が下がってしまう。なので自己肯定感を上げるということによる方法はよ、自分でコントロールできないんだから、まず医者の力を借りるっていうのは非常に重要ね。そこでまあ専門医にかかってよ、ちゃんと、ね、ここでちゃんと選択的セロトニン取り込みの阻害剤 SSRI だったりとか、アルファ1ブロッカー、こういうものをね、専門医の指導を受けて指示に従って服用していく。そうすると医薬品、まあ、お薬によって治療できているんだ、俺はしっかりやっているっていうね、自己肯定にもつながるし、そして徐々に他の方法を組み合わせていくことで早漏の改善になっていくと自己効力感が高まっていく。こういうふうなファーストステップでね、専門医に相談するっていうことは非常に重要。いい？何せね、自分自身でコントロールできないんだからどうするっていう話から言ってるからね。次に、あとはパートナーの力を借りるね、これも非常に重要で、この方法の中であるのがストップスタート法、自己訓練法ね、そしてセックス体位の訓練であったり、セックスの流れの工夫、こういうものも非常に有効になります。で、3つ目っていうのが、これはもう欠かせないのね、自分でトレーニングする、まあ筋トレと一緒よ、自分でまずトレーニングしていくっていうのをベースにして、パートナーにも協力を仰いだり専門医の力を借りていく。で、セルフの自分のトレーニング方法としては、天賀社さんのね、メンズトレーニングカップなど、こういうね、自主トレグッズも非常にね、インターネットで手に入るようになってきています。ですからぜひですね、こういうものを活用していただいてですね、あの早漏をどうやって、そう、多角的に、ね、治療していくっていうことなのね。こんにちは、富永紀夫です。この動画をご覧いただき本当にありがとうございます。現在、ジョイが教える特別なテクニック動画を無料公開しています。下の概要欄から進んでぜひ見てみてくださいね。スマホの方は動画タイトル横に下向きの矢印マークがあるので、そちらをクリックいただけると URL が表示されます。スマホの方はそちらからチェックよろしくお願いします。今よりもっと性生活を豊かにしたい方必見の動画です。概要欄のリンクからどうぞ進んでください。